おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。今日も元気にサカツカやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日はですね、何の話をやっていくかと言いますと、もうこれしかないでしょう。バルセロナガチャ、どっち引いたらいい問題、徹底解説させていただければと思います。ってことで早速やっていきましょう。もうねアメリカ大統領まで悩むと言われているこのバルセロナガチャ、前後半どっち引いたらええんや問題ですけれども、まあ深い悩みですよね。もう谷よりも深く山よりも高いこちらの問題なんですけれども、何がねこの問題をこんなに複雑にしてるかっていうと、もう分かりやすくて、このねもう強いのはみんな分かってると思うんです。それはクライフですよ。それはクライフとビジャです。もうこの2人はねそりゃ強いです。ただただただ待ってください。この後半のリバウドクーマンガチャは確率 10%、 一人当たりの確率 2% と、このね激アツ激渋、クライフガチャの一人当たりの出てくる確率の約3倍のね超高確率を誇るわけですよ。赤いガチャなのかな、3倍の性能なわけです。こう考えるとですね、いやいや、いくらクライフとビジャが強いからといって、いやこれ引くのはちょっと愚かなんじゃないかと思う方がねいらっしゃるのも至極当然な意見かと思いますので、今回はですねクライフガチャのメリット、そしてリバウドガチャのメリット、それぞれを解説させていただいた後にですね、一体どういう人がどっちを引いたらいいのかっていうところをですね徹底解説していけたらなと思います。なんかベラベラくっちゃべっていたら前置きが長くなったんですけれども、早速ではない本題に入っていきましょう。ってことで早速やっていくんですが、なんか今日私テンション高いですね。なんででしょうか、全く分かりませんがやっていきます。まずはですねこのクライフガチャのメリットについて解説をさせてください。もう分かりやすいです。こちらに関してはビジャとクライフっていう選手が本当に強いです。この2人の強さに関してはいくつか、まあ、例えばレバンドフスキーとかグアルディオラも強いじゃんって思う方いるかもしれないんですけど、ちょっとクライフビジャだけねいくつかの理由で本当に優秀な選手になってます。まずそこを解説していきましょう。まずビジャから見ていきます。まずねプレスタイル、レフトウィング、カットイン、ここに関してはちょっと触れられることはないです。特に何も言うことはない。ビジャの強みは何といっても個の能力の高さに加えたこの素晴らしいレーン特徴です。まず個の能力の高さについて触れますが、シュート SA、 ドリブル SA ということで本当にウィンガーとして完成された能力構成ですね。最近ね1万4000球の選手でも例えばシュート SA とかの選手って多いので、シュートドリブルの能力に関してビジャは本当にトップクラスだと言えます。もちろん SA、B の選手とかもいるし最強ってわけではありませんが、ただこの2つがここまでバランスよく高いっていうのは本当に魅力的です。でもう1個さらに言うのであれば、彼の持っているブローニーロング、これがねぶっ壊れのスキルです。相手ゴールキーパーのスタミナ大ダウン、ここまではまだまだですけれども、味方フォワード選手全員のスタミナ消回復ということでめちゃめちゃ強いね。これを打つだけで入る入らない別としてフォワード選手全員のスタミナが回復しますので、本当に素晴らしいロングシュートだと思っていただいて間違いないです。で、まあ、ターンドリブルもまあ悪くはないですし、まあ、マシンガンラッシュ、シュートドリブル発想率特大アップ、シュートパス特大アップ、シュートドリブルスピード大アップということで、特徴としてもすごく攻撃的で問題ないです。で、左サイドの天風、これがビジャを最強たらしめているものですが、彼を左のウィングに置いたときに、置かなくてもいいんですけど、レフトウィング、レフトミドフィルダー、レフトサイドバックの選手のパスタックルが大アップ。いやタックルいらないじゃんって思った方、次の文まで読んでいただきたいんですが、相手のセンターバック、ライトサイドバックのパスカット大ダウンということで急に強くなりましたね。急に強い。このビジャのこのレーン特徴から考えると、よっぽどいい左のウィンガーが来たとしてもしばらく乗り換えなくていいかなっていうレベルです。変な話、例えば総合値が1万4000、ビジャよりも1000上がったとしても、特徴が3つなんだったらビジャの方が優秀だと言えるぐらいの性能ですね。本当に素晴らしいと思います。なんなら総合値が1000上のクーマンが、バルセロナの後半ガチャで来てますが、ビジャの方が総合値は低いですけど、選手としての優秀さで言うと私はビジャの方が高いんじゃないかなと思うぐらい今回のビジャ優秀ですね。で、お次クライフに関してはもう文句なし、言うことなしの OMF だと思います。
総合値14,000、センターの移行でセンターレーンのドリブルトラップパワーを大アップ、これも凄まじいですね。でエリアの波動オフェンスとトラップスピードが大アップです。いや素晴らしい。ブライトドリブルももちろんめちゃめちゃに強いスキルですし、クライフ自身もシュート SA、 ドリブル SA と攻撃の面でいろんな解決策、1対1でのドリブルの強さですとか決定力の高さという面でいろんな解決策を提案してくれる、そんな素晴らしい選手です。クライフとビジャに関してはしばらく本当に使えますね。よっぽどプレスタの縛りがないとかじゃないと、あの2人は本当に使い続けていいです。逆にレバンドフスキーとかの方が、まあ、センターフォワードフィニッシャーなので、まあ、交代するですとかっていうところも踏まえて、まあ、ちょっと下がるかなと思いますし、グアルディオラに関しても悪くはないですが、13,000で特徴4つだとわざわざ今取りに行くほどではないかな。ただビジャクライフに関しては本当にトップクラス、長くスタメンで使い続けられる。もしも OMF ロフトウィングいないんだったら、この2人が解決策だと、現状サカツクの解決策だと言えるぐらいの選手になってます。ここが何といってもクライフガチャの魅力です。でリバードクーマンガチャの魅力なんですが、クーマン自身が強いのはもちろんなんですが、ちょっとクーマンに関してはレバンドフスキーと同レベルなので一旦置いておかせてください。弱いってわけじゃないんですけど一旦置いておかせてください。問題はやはりこのリバウドですね。全てを覆すほどの強さ。先ほどビジャとクライフの魅力を解説しましたが、正直ビジャとクライフよりも私はリバウドが欲しいです。それぐらい強いです。OMF、ジョーカー、シュート超、ゴールペナラーでシュートドリブル特大アップ、マシンガンラッシュ、シュートドリブル特大発動率アップで、シュートエッセイ、ドリブルエッセイにジャンピングボレーもできるバイシクル、もう最強のジョーカーです。リバウドに関してはトップオブトップ。リバウドを手に入れているだけでですね、チームのなんならセンターフォワードが、レバンドフスキーじゃなくてよくわからない星4選手とかでも後半からリバウドを出せばそれでいいでしょっていうぐらいの強さがある、そんな選手になってます。リバウドめちゃめちゃにいい選手ですね。ただ逆に言ってしまえばリバウドはあくまでも途中交代で出す選手です。スタメンで出すと正直まあ普通に微妙な選手です。普通に微妙です。悪くはないけど、まあわざわざスタメンで出すんだったらリバウドじゃなくていいよねって感じの選手です。さあここの背景から踏まえてどっちを引いたらいいのかっていう結論を述べますと、チームが完成している方、ポゼッションという戦術のチームが完成している方はぜひリバウドガチャ引いてリバウド手に入れて貫突してください。逆にまだまだポゼッションが完成してないですですとか、ポゼッションは完成してるけど中央突破がまだです、サイドアタックがまだですって方はクライフガチャを引く、ポゼッションが完成してるならクライフガチャスルーでもいいかもしれませんが違う戦術を引きましょう。でポゼッション完成してないならクライフガチャを引きましょう。クライフとビジャに関しては先ほども言った通りプレスタの縛りがなければしばらく使えます。本当に1年単位で使い続けられます。プレスタの縛りがなければですよ。 OMF のムービングフォワードっていう枠があれば、もしくは自由枠があればクライフは本当に1年以上使えますし、ビジャも同じです。ただリバウドに関しては1年以上使えることは使えますが、リバウドクラスのジョーカーは今後徐々に出てきますし、例えば戦術別のガチャ 3000GB で1人毎回確定で結構いいラインナップのガチャとかもあるんですけど、そこでおそらくリバウドクラスの選手っていうものは出てくると思います。っていうことを考えると選手がある程度もう揃っていてチームのあと一歩を完成させたい人はもうリバウドですね。ある程度チーム揃ってるあと一歩のプラスアルファを作りたい、90点から100点にしたいっていう人はリバウドです。で逆にまだチームが50点60点だからまずは70点目指したい、80点目指したいって方はクライフガチャ引いていただければと思います。現状ですね、やはりこの2つのガチャに関しては監督が星6のシャビ監督っていうこともあって引いて後悔する内容ではないかなと思います。ただやはりクライフガチャは確率が低いので大前提として100連することをもう考えておいてください。100連して交換チケットを手に入れるだとか、特別獲得枠で最後の特別獲得枠でね星5 1人確定になるとか、そういうところが今回のクライフガチャの、ポイントかなと思います。20連30連しかできないんだったらあえて今回のポゼッションはもう捨ててしまって次のガチャまで待つですとか、あとはまあワンチャンリバウド狙ってもいいですけど、それだったら個人的には待った方が結果的にチーム強くなるんじゃないかなと思います。ってことで
今回ね、どっちのガチャ引いたらいいのか引くべきなのかっていうところを解説させていただきました。ここまでご視聴ありがとうございます。皆様の良きゲームライフになっております。トークでした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。